今回ですけども、ここにしてください。ねえねえねえ、止まった。嫌すぎて大量の唾は嫌すぎて止まった。そんなこんな、うん、トイレ今、一栄がトイレに。ほんま、いや、そうそうそう、話止めても嫌すぎて一栄が今トイレに行くんですけど、今スポッチャ企画してて、はい、で今からバッティングするんですけど、一栄によくやられてるじゃないですか。はい、あれね、はい、何かしてる最中に暴露されるみたいです。あれね、バッティングセンターで打つたんびに相手の秘密暴露していただきます。トイストーリーチャンネルのパクリのやつね。あ、トイズチャンネルのやつ。そう、失礼やん。パクんのでもただでさえ失礼やん。間違えるのはもっと失礼。トイズチャンネルね、うん、トリッキーチャンネルのパクリなんですけどやめろ、それトリックチャンネル、トリックチャンネル、うん、そうそう、あのマリックチャンネルのパクリなんですけど、マジシャン何かするたびに、うるさい、やめて、黙りよって、いもんなよ、アナウンサーいもんな、アナウンサーいもんな。というわけでやっていきたいと思います、はいはい、何も知らんかった。一円の暴露してくれねえな。一円の暴露してます。で、付き合ってた時、付き合ってない時、全部暴露してくれますよね。じゃ普通に俺は撮っていくわ。はい、よろしくお願いします。お待たせ。花のあんなやらかと思ったけど、炎上するかなと思ってやめた。次炎上者に殺する。死んだらお前らのせい。そうやで、アンチコメント一人書いて。マジで言っとく。そうや。親指には気をつけろよ。お前の親指で一円の命かかってんで。ああ、さあ書け。みんな書け、いけ。お前、ちょっと待って、お前パンパンすぎて最後まで動いてる、ここも動いてる。ちょっと待って、の場合はまあ普通にこうや、うん、こうなるやろ。まあここ長いもん、横から見たら長いもん。こんなもんや。違うよ、隙間あったらどうするの。え、待って、怖、お前らの意見。隙間なかった、隙間あったらゴラゴラになって全然吸収してくれへん。でも大丈夫やさあ、お前らそのなんかヘルメットしてる中学生のダサいと思うタイプやろ。あれダサいからダサいか、あれ何ダサいダサい一緒にやるやろ、あれダサすぎるやろ。でも一応そうと楽ね、うん、じゃあお互いさ、ちょっとバッティングの技術っていうのを見せていきたいと思います。そういう先生おったよ。うん、いややばすごい。一応は上手かったよ、野球しながら。あれ、あんまり変わらせて。うわ、前に当てるぐらい誰でもできるぞ。振られへんもん。そっからや、これ打たなま死ぬわ。おい、うりゃー、いけー、わー、トノーわっしゃー、ヒットや。ちょっとあのね、この子うまいんです。全部の球当ててくるんです。おい、この一球でミスったら家族全員死ぬと思ってて。うわ、死ぬ。野球もしたことない俺が。映ってる、映ってるよ、一円。待って、お前下がってきすぎ。怖ぉ、もうちょっと早く振ったらいいな。あ、うん、めっちゃいいよ。おい、ちょっとライト前引いてる。次打たれんかったら一円の全財産寄付します。何のダメやけど、これ打たれんかったら YouTube 普通にやめます。普通に神に誓ってやめます。自分にプレッシャーなんで、もうちょい早く打った方がいいな。うん、そうやな、うん、遅いからな。うん、タイミング合ってない。早め、おいや、おいや、おいや、ホームラン。お母さんが電話来た、あ、来た、あ、来た。ホームラン打つまで帰りません、行きます。あ、やろうか、お前、お前、うせえ、押したの、怖ぉ、言ってて、お前、言ってない、怖ぉ。うわ、いきまーす、いきます、いけ。最近一応ツイッターでエロいのしか見すぎて、おすすめにエロいのしか流れてきません。お前さ、お前さ、プライベートで言ったことない。ちょちょちょ、見せ見せ、来るぞ来るぞ来るぞ、外しろお前。ねえ、
さね、お返しして返ししてんのか。じゃじゃじゃ、たまたまや、ミスター掛け声ミスりすぎ。何いや、ツイッターで、はい、頑張るぞ、ツイッターで、あのエロいの見すぎて最近エロいのしか回ってこへんで、ツイッターの裏側で裏側じゃん、持ったの夜の人はなあかんて今のはあの何十万人以上のフォロワーのツイッターの方があんまエロアカウントいつもヒヤヒヤしながら自分にプレッシャーかけながら見てんやから裏にせえへん裏がないねん裏がないからあのほんまに一か八かで見てる。全然悪くないよ。裏垢でなんかエロいの見すぎてなんか最近上に普通のアカウントの方に流出ランキングみたいなのが出てる。不入ランキング選手権あんまあれ男しかせえへんやめとけよ。あとあとあのその10万人超えのフォロワーのやつの細かで見んないつもヒヤヒヤしながら見てる。で終わったらそのいいね、自分押してないかなって自分のいいねを見る。で押せてなかったら今日もセーフ安心して寝る。ああ、そうや、俺は何回か押して、うん、押してもらう。うん、回ってきた。DM に来たよ。僕なんかエロいの押してるけど大丈夫ですか。全然大丈夫じゃないやつ押してた画面が水でビチョビチョになってるような映像を DM に押してる。ひや困る。やばい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 マジ焦るよな。シャーって出てると思う。ほんまかのポーズ。お互いほんまかだよ。気をつけようよ。気をつけようなお互い。次、うん、こんなバッティング広げよう。ちゃんと普通に寄ってくれ。ちゃんと当たり前や。普通に今日はもう知りてんねんから。いきます。はい。ある日暇すぎて1日10回オナニーしたことあんの知ってんぞミスター、飛ばんかった。飛ばんかった。くっそ笑うしかない。飛ばへんかった。飛ばんかったな。勝手にさ、ミスター。クルス。飛ばんかったよ、あれよ。もう一回行くわ。じゃあ、もう一回行くわよ。行かないよ、こっち。なんだよ、お前は1日10回。10回は行けるけど、こっちは行かない。お前はあれやろ1日10回したことあるってやつだけやろ全然ええやん、何もみんな気ぃなんやろ気ぃなんやろほんまに止めるようなことじゃないよ。止めるよ。水泳やめろって大概2回やけど、大概1回とかや、普通な、うん、1終えて、2終えて、3終えたらもう3はまあ結構、まあギリおるやろ。4終えて、5終える人もまあギリおるあの6終えて、7は終えて、8終えて、9終えて、10終えたやろギネス狙ってんの、こっちは話変わってくる。みんなと同じ医者にしといてくれ。トノブ高み目指してるわけそう、高み目指してんねん、うん、暇でな、何しようかなってやったやろ。夏休みとかやお前あと21回でテクノブレイクすんだよテクノブレイク俺嫌やで、相方テクノブレイクにしよう。女にしすぎで死ぬいや、わしおるよな女にしすぎチーのお母さんからチーなんですか。あの、今ちょっと1年やねんけど救急で死んでしまって病院来てくれる大丈夫ですか。31回しちゃったみたいなたまらんもん、お葬式で。俺 YouTube でなんて言うたらいいその時はもう正直に言ってくれ。メラム、死因はテクノブレイギー悲しいで、悲しくて言葉詰まってるんじゃなくて親友はみんなはこうめっちゃ落ち込んでるわ、精神やんでるわって次のこと親友なんですけどテクノブレイクマザーメイクなるとやお前お前さぁじゃ暇やったから暇でもすなってお前テロップでやあお前もう指充実してた指充実でしょ、お前目充血してたよなあ、10回目めちゃしてたんじゃん決まりすぎまあ、それだけやからもうやめてよ、ほんとにやめよ、まずいからなんやお返しが次もまだあるんやろ。お返しってなんなの。何のお返し。お返しやろかなお返しってなんでありがたいねなんでありがたみ感じてるさっきからだから普通にバッティングしただけやろの、うん、仕返しやめて。ほんまにエロいやつやと思われる
お前はめちゃくちゃエロい。お前でも別に恥ずかしみは持ってないから。ツイッターの方が10万人超えのアカウントでエロいの見て見すぎて巨乳ランキングで1日暇すぎて10回はない。違う、私エロないです、無理やって。爆乳ランキングお前無理やって。それで私エロありません、無理やって。それは無理や。じゃマジ普通にやって。普通にやろ。もうええよ、もうそろええよ。いや、あのまずそれが企画じゃないね、暴露するみたいな。いやそんなんしやんよ。ないやろ、もう俺の普通のバッティングスマット天才やから。俺バッティングめっちゃうまない。普通にやってくれ。そう、ほら行きます。帰られへん。どうぞ。自分も死な間に親がめちゃくちゃ離婚してました。先生あとな、くそー。もう一回。一離婚してない。一離婚してない。いや俺やんそれ。ほとんど知らない離婚したら俺やん。待って、笑われへんし。笑っていいやつ。あんまそのいじったらあかんやん。自虐はいいけど。確かに。お前ミスだって汗汗やね。俺やんそれ。俺知らない間に離婚してたやん。親別居しだしてやん急に。お前か。ダメ。おい、気まずなっとるやないか。自虐はいいよ。自虐はいいよ。お前がいじらんで、いじるこっち。急には離婚したって言われて、俺ああもう部屋というか家別居して、ああ俺行き来してたよ。お前か。トーノすまんミスター。自虐はいいやね、うん、お前が言うの。俺が離婚したって、ほんまに俺が離婚した場合やん。ちょっと1円のバグなの、かわいい。ガチね。おい、すまそう。まだミス間違えないで。うん、おい。間違えないで。やろ、早めろ。行きます。もう間違わないでや。俺と付き合ってる時に、YouTuber のに遊び誘われて、遊びに行ったら知ってんぞ。ちょっと待って。待って。お前、ちょっと待って、ほんま待って。誤解を持て。あ、危ない。普通だよ、また頑張んない。ちょ、こう、はい、カメラ置いてみる。遊びには行ってません。遊びには行ってません。じゃあ大丈夫か。ピッピールル野球上手いシャンクス。野球好きシャンクス。マジで。じゃあほんまピールルで遊びに行ってません。お前そこはもんね。そこはマジでもう隠れてない。うちなんか浮気したみたいな。じゃあ誘われたやん。誘われはしたけど、うん、行ってはない。そう。もちろんそれはいかんよ。行ってはないっていうの。なんやん。行かされへんから。相手が下手やん。それもあった。お前行って行こうとしてる。自分でやった方がよかった。帰ろうか。え、ちょっと。誤解思った。弁解できてない。あの、遊びには誘われたよ。でも行ってないです。相手が下手やったからやろ。違う、その、カタカナのほら行くじゃなくて、うん、漢字で行ってません。バツ。うん、そう。まあそうしちゃったって。言い訳タイムだけ作ろう。どうぞ。さあ、わざわざさ、YouTuber でさ、カップルやってますってやってんのにさ、そんな遊びに行くわけだよ。奇抜やなと思ってたもん。お前が言ってたけどな。お前ちゃんと言ってたよ。知ってるもんな、DM 来てたもん。ちょっとカウンタークラってお前も言ってたよ。停車消してカメラ。消して早くカメラ。